さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました、何か新しいものが来ると、はい、必ずトラブルに巻き込まれるんですが、来世はそうなりたくないです。田辺です。何かトラブルが皆さんに起こった時に、そのエピソードをしたためて一冊の本にできるような存在になりたい中よりです。本当ね。いや、ね、今新居で撮ってますけどね。そうですね。テレビは来ました。おめでとうございます。今私初めて田辺さんの新居に来ています。今まで使ってたのこれの4分の1のサイズなのよ。うん。田辺さんが大きいテレビ買ったっていうのは聞いてたけど、めっちゃでかすぎて笑っちゃった。いや、私もさ、あの、うん、家電ショップで買った時は違和感なかった、うん、そんな大きいと思わなくて、うんね、うん、家で実際見たらあれこんな家電ショップのあのテレビがさ、たくさん置いてあるところででしょ。そうだから、むしろあれちっちゃいんじゃないかと思うぐらい、うん、でかいよね。めっちゃ大きい、マジで。なんか映画館みたいな気分。そう、本当にびっくりしてる、うん、持ってきたけどびっくりだよ、うん、ね、でテレビ台をさ、うん、ね、うん、買って組み立ててくれてたんだけど、うん、傷がありますって。あら。でちょっと光の具合で傷わかんなくて、うん、でも触ったら分かりますって言われて、確かに触ったら分かったの、うん、でも正直そんな気にならないけど、うんうん、でもなんか傷ありますって言われて、そのままそれでいいですって言えなかったの、なんか、うん、言える？え、だって定価でしょ。そうだよ、うん、しかも傷ありますって言われてでしょ。そう、自分があっじゃなくてでしょ。そう、うん、それはちょっとなんか嫌だなと思って、うん、気持ち的にね。そうだから今テレビ台なく地べたに置いてあるんだけど、うん、テレビがだからかな、なんかもわしめちゃくちゃ大きく、でも良心的だね、ちゃんと教えてくれる、傷ありますっていう。だって正直パッてそれ出されてもわかんないぐらいの、うん、まあ、触ったらわかるぐらい、うん、いいところで地べただけど今、じゃあこれから来るんだ、うん、そう、いつ来るかはまた分かんない。もういつ完成すんだよ。ね、引っ越しの日もね、あれトラックが、うん、そうパンクして遅刻して、なんか起こるね。なんだよ、え、みんなこんな引っ越し？うん、こんな、確かによくアンディも引っ越しにねトラブルはつきものだとは言ってた。うん、だけどこんなかね。Wi-Fi 一人暮らしとかね。そうだよ。あ、じゃあちょっと田辺さんの。あのドタバタの前に一度、あの今回も素敵なイラストを、そうだ、今回は北風ビューさんのイラストを使わせていただきます。ありがとうございます。私たちのね、それぞれのカラーでアップで描いてくれて、うん、すごいおしゃれだよ ね。なんかスタイリッシュな絵柄じゃない？うん、すごいおしゃれ。なんかまたまたも私は必ずそうグッズ化して褒める。いや、私ね、 T シャツできた。あー、 T シャツいいね。白と黒とかさ、なんかカラーバリエーションなんでも合いそうな感じで、いいよな。いいよね、ほんとさ。なんかさ、ちゃんと なんていうの、私田辺さんを一緒に貶めて申し訳ないんだけど、はい、私と田辺さんをここまでおしゃれにできるってすごいよね。いや、すごいよ。え、でも本当そうだと思う。いや、もう思うんだけど、本当そうだと思うっていうのもあれだけど、なんかそういうさ、スタイリッシュなおしゃれさってさ、うん、やっぱないじゃない。なんて言ったら私自分を自分を貶めてあれなんだけど、私素朴？うん。よく言うと、私たちってどっちかっていうと。スタイリッシュか素朴を真っ二つで割ったら、あ、もう素朴にさ、あの素朴のしかも結構上位の方にいるから、うん、素朴界ではね。そう、それをこんな素敵な感じでさ、かっこよくしてくれるのは嬉しい、ね、ありがたいよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。とても嬉しいです。いや、本当ね、ありがたいよ。使わせていただきます。ありがとうございます。田辺さん、今回はさ、こんなに大きいテレビが今目の前にあるからさ、うん、この大画面のテレビ何見る？何見たいっていう
大画面テレビ向きなことで話す、うん、私はね、うん、あの呪術廻戦ゼロですね。あ、私が遊びたきついてたねやっぱ呪術廻戦ゼロは、うん、結構怖いの、うんうん、怖いよ、怖い、うん、怖い、呪い、私もまだ見れてないからさ、呪い、呪術廻戦自体結構怖いもんね、怖いよね、うん、で結構今回のは怖いですね、うん、絵もヒャンってなる、うん、迫力満点でね、これ呪術廻戦いいよ、うん、今見てたんだけど、うん、おすすめですね。本当はさ、カトゥーンのライブ DVD と迷ったんだけど、ああ、初テレビ、そう、ああ、今来たばかりの、うん、初テレビカトゥーンにしようかと思ったんだけど、うん、もうね、見てきたから、見てきたからっていうか、見てきたから今までも他のテレビで見てきて、まあ、やっぱ呪術廻戦ゼロは、うん、もうブルーレイレコーダーもないのにもかかわらず、うん、買ったものなの、うん、だからこそこれを一番にと、うん、あ、で今初めて見てたんだ、そう、うん、どうですか大画面の呪術廻戦。いや最高だね、本当に最高。うん、でもそれだとさ、怖いのでも大画面だと、私怖いのどうですかって。呪術廻戦ゼロ見れたんだったら他の怖いの、それこそ亀梨くんのさ、怖い間取り、いや無理だよ、もうさ大画面で見れたらさ、いやあれ無理、怖い、映画館でもヒヤってなって、だってもう怖い間取りを、うん、私本買ったじゃない、うん、で母親にまず読ませて、うん、ね、うん、で坂寄さんにも読ませて、うん、家に置いとくのが怖いって言って、うん、であんたんちに押し付けてね、うん、今渡そう、私に渡されて、しかもあの私が見れるかどうか怖くないようにネタバレしてくれって意味わかんないでしょ。で、あのその時さ、うん、間取り買ったらさ、うん、あの亀梨くんの写真がついてる帯がついてきて、うん、その帯だけもらうねっていうマジ謎のあれだったね。そうだから、え、怖かった。いや怖いけど、もともと私怖い話読むの好きだから、楽しかったって思うんだけど、いやなんかさ、その映像で見てても怖かったんだけど、うん、文章で見る怖い本って何なんだろうと。でも文章の方がさ、なんか想像、自分の想像する分めちゃくちゃ怖いくもできるはあるよね。確かに。なんか、意外とその、自分がホラーで見てて、それが映画化された時に、お化けとかの姿が自分の想像と違う時あるよね。うん、あ、そんな感じに捉える人もいるんだ。確かに。テレビでは見たくないね。貞子とか。いやいや無理だよ。いやめちゃくちゃ迫力ありそうじゃない貞子、うん、これで見たら。ありそう。うん。ジェイソンとかさ。いや無理だね。隣にアンディちゃんがいたら。あ無理。隣にいるから。アンディちゃん。でもアンディとさテレビ見るの楽しいよね。あね、ツッコミ入れてくれるから楽しいよね。あれ前何見ながらだっけ。あれドラゴンボール。あそうだドラゴンボールだ。おめえ誰だっつってあられて。帽子に書いてるから、あられだろみたいな。確かにな。見れながら見てくれた。あ、怖い間取りだったらいけんのかな。アンギがツッコミ入れてくれてれば見れる。うん、見れるそうじゃない。アンギちゃんがツッコミ、うん、アンギちゃんツッコミ付き怖い間取り上映会、うん、田辺さんち、うん。まあでもそれさ、いいけどさ、うん、そのみんなが帰った後怖くない？ああ。でその時用になんか怖くないやつ1個さ上映すれば、あそしたらキングオブプリズムだよ真逆じゃない、真逆すぎる。あれはあれ流したら絶対怖くなくなるよ。確かに、うん、だって蜂の格好して、うん、いやマジでさ、なんか昔さ私たちが子供の頃さ、なんか同時上映みたいな映画多かったじゃん。セーラームーンとスラムダンクとかさ、そういう感じでさ、怖い間取りとキングオブプリズム同時上映してたらさ確かにな。あ、それの同時上映マジいいな。いいね、そういうのやってくんないかな。うん、それいいよ。うん、ほか、いやでも本でさ、うん、なんで私
買っちゃう。ちょっと本テレビで何見るっていう話をしてたのにさ、うん、あれなんだけどさ、一回だけね、うん、ホラーの本買ったことあんだよ。あ、何？ホラーって言うとミトコンドリア。私知らないそれ。何？パラサイトイブ。ああ、あったね。私見たことない。あれ何？いや、わかんない。どんな話なの？なんかミトコンドリアがなんちゃらかんちゃらっていうやつ。え、理科の話じゃないの？ミトコンドリア。理科なんだけど、なんかそれの細胞がなんちゃらで、妻が、うん、妻になんか乗り移ったかなんかで、ね、寄生獣みたいな感じ。なんかそんな感じ、うん、なんで買っちゃったんだろうと思って。なんで買っちゃったの？マジわかんないのそっちの方が怖く、なんで、なんでこう、流行ってたのかな。流行ってたんで、パラサイトイブが。あ、パラサイトイブは聞いたことはある、見たことはないけどね。え、うん、あれだって映画かなんかやってたね。そうだよね、なんか気になって見ちゃったんじゃない。ああ、それだ、怖かったの。そう、記憶から抹消がしてる。ああ、怖すぎて、うん、なんかでもパラサイトイブとかってそういうこと、貞子とか。あ、そうだよ、その人、うん、そうだよね、同じ、うん、あの鈴木、うん、あの人、さくらももこのさエッセイにさ、よく登場しててさ。そうなんだ。そうそう、え、こんな怖い文章書く人がこんな愉快な人なんだっていうふうに、本人なんかめちゃくちゃ面白い人だった気がする。あ、そうなんだ、意外にギャップが。でもこれ、うん、いやでも今さ、うん、あれアニメうるせえやつらが昨日から1話で始まってさ、あ、かわいいよ、令和版のラムちゃん。ラムちゃん、そう、私まだ見れてないけど、あの、あ、エヴァ見た。絵可愛いし、なんだったらオープニングとエンディングの曲も可愛いし、そのアニメをね、また大きい絵でサイズで見れるのはね、いいね。あと何より、アタルの声が神谷さんなんだけど、あ、ちょっと合いすぎてる。チョロマツ、そう、チョロマツ。あと、あのドラゴンボールの映画でも声出してたよね。あ、そう、スーパーヒーローね。そう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 、そうだそうだ、うん、出てた出てた。それこそアタルはさ、もともとはさ、うん、昔のやってたの、そういえばピッコロさんだったね。あ、そうだよね、だってびっくりしたね、うん、こんなに違うキャラを演じれるの、うん、みたいな。ピッコロさん、古川さんか、古川さん、うん、さ、すごくない、声の振り幅すごすぎる、マジでびっくりした。なんかピッコロさんはさ、あんな感じなのにさ、うん、アタルはめちゃくちゃチャラいじゃん。そう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 、よくそう使い分けられるなって思う、ね、すごいよね、うん、で、エースもやってたし、うん、あ、ワンピース、ワンピースの、すごいよな、なんかすごいよね、うん、田辺さん、田辺だもん、うん、すごいよね。それこそ神谷さんもさ、神谷さんもすごくない？神谷さんの声って聞いたら神谷さんだってわかるけどさ、なんかすごいよね。うん。かなりいろんなの。うん。あれ、なんか、え、デュラララとか。ああ、なんか愉快なやつで、え、これそうなの？あと天の声とかもね。天の声とか、漫画してアニメとかじゃないけど、天の声で神谷さんの声の時とかもあるよね。ライブ番組とかで。へ、うん。すごい。あれだとあれだよね、おのび、重心松の人もさ、丈太郎に重心松。確かに、振り幅。すごいよね、声優さん。すごいよね。うん、必ず私、おそ松さん一回通して何か喋るって。うん、いや、まあ、確かに、でもおそ松さん、なんか、当てはめやすいっていうか、おそ松さんで私結構声優さん知ったから、うん、で声優さんをちゃんと認識して見るようになったから、うん、うんうん、確かにね、そう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 、桜井さんと中村さんとか、うん、おそ松から松だけどさ、うん、それも呪術廻戦で出てるの2人とも、うん、その北条悟と、うん、ちょっとそのライスゴイライバルの人とがその2人で、うん、確かに私もおそ松さんの声優さんやるとおそ松さんで当てはめるわ。そうそう、あとトッティがさ、うん、あのジブリの、うん、あれジブリやってたよね、これ。あ、そうなの、え、違うの、どうしよう、なんだろう、私がジブリをやってた気がする、あれトッティは
トッティ、なんだっけ、なんだっけな、トッティ、トッティだよ、あの、あ、う、う、う、ごめん、ごめんなさい、すごい好きなの。え、なんかジブリの声出してなかったっけ、ぼ、え、私トッティの人が歌うさ、アンダーザシー聞いてすごいさ、よくてびっくりした。あ、イリノさんか。そう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 。やってないジブリ。あ、ジブリ。あ、ハク。あ、そうだよ、ほら、ほら。おい、すごい、ハクなの。そうだよ。そうだよ、私、え、この声、そうだ、トッティなの、って思った声。ハクなの。そういえば。ハクでさ、昨日アンリちゃんとさ、ジブリの、あの、男子誰が好きかみたいな話をしてた時にさ、アンリちゃんがさ、あの、結構ぶった切ってたじゃん。うん、明日がダメだとか、うん、あの、ハウルダメだって。ハクはって来た。あ、ハクいいですね。おにぎりくれるし、さ。初めて。おにぎりくれるって。そうだよ、ハクだ。よかった。あ、あ、しかもキングダムハーツのソラも。すごいよね。すごい。あ、しかもあの花のジンタンも。やっぱすごいね。ってなるね。そう、わーってなるよね。よかった。なるわ。おそ松さんもさ、この大画面で見たいのさ。確かに。楽しそう。映画版とかもね。うん、映画版って結構さ、なんか、おわーってさ、最後の方、うわーってなるからさ、この大画面で見たら楽しい。でかいよ。本当大きいよね。ジュラシックパークみたい、これ。ああ、いいね。めっちゃ面白い。パイレーツ・オブ・カリビアンもみたい。ああ、いいね。あ、なんか、ディズニーの実写版のやつとか合いそうだね。美女と野獣とかさ。ああ、いいよ。よさそう。今までこんな大きいの。うん。あの、ほら、同期の榎本さんち。あ、もう大きかったよね。うん。が、大きいなと思ってたけどさ、榎本さん何インチだっけって聞いたら、うん、あの50って言ってた、うん、これ55、55このサイズなんだ、うん、いやマジで大きいよね、これはさ。全然さ、あの一個も内容理解できないけどさ、あの海外のニュース番組とか流してたよね。いやマジは、わかるよ。あのカフェとかです流れてるぐらいのハブとかのスポーツ中継とかさ、うん、距離感さ間違って、もうでもこう置くしかないよね。うん、もうここしか置くとこなくない？そうなんだよ。すればいいの？ここしかない。うん。すごいね。うん、こんな大きいテレビで怖い間取りが見れるなんて幸せです。いや本当怖い間取りは。アンリちゃんとセットでさ、セットだね、見るのセットで、そうそう、田辺の和室60回記念じゃん、そうだね、もうすぐ60回記念。アンリちゃん月の豪華怖い間取り上映会、はるちゃんいても怖くなくなりそう。確かに、あれじゃん、キングオブプリズムワークだよね。確かにそう、絶対そう。キングオブプリズムいるだけで、うん、おっ、ってなる。ほんとそうだよ。いや、はるちゃんがキングオブプリズムと分かったところで、今回は、はい、さようなら。